戦いは終局を迎えようとしていた。ジオンも、そして連邦も、持てる力のすべてを結集してぶつかり合い、その命を宇宙のきらめきに変えていった。その攻防のさなか、謀略でデギン公王を亡き者にしたギレンに、キシリアは銃を向ける。冗談はよせ。意外と、兄上も甘いようで。父を殺めた男は妹の手にかかり、その身を滅ぼした。父殺しの罪はたとえ総帥であっても免れることはできない。意義のある者はこの戦い終了後法廷に申し立てい。ギレン総帥は名誉の戦死をされた。キシリア閣下ご采配。トアニング助かる。アーバー脱出。よし、取り付いた。なんだろうな、未来。さっき一時的に敵の防御力が弱った。そうね、なんか妙だったな。こちらもそうだけど、もう無理言っていないようね。情けない、ガンダムを見失うと。どこだ、奴は。しかし、ゲルググドムの動きが目立たないのはどういうわけだ、トアニング。は、ああ、ガクト動員のパイロットが多いようですから。脱走か、もろすぎる。無限の攻撃に集中させろ。事務中隊取り付いたようです。あと1個大隊で全て上陸します。よし、ブラゴ、ガンキャノンはどう。現在です、S ポイントメインゲートに取り付きました。解散だけに任せられるものか。やろう、ここの一番乗りを先取りしやがって。そそっかしいからよ、こういう時は臆病でちょうどいいのよ。なぜ出てくる。こちらを見つけたな。見えるぞ、私にも敵が見える。やるしかないのか。シャーシー、そこだ。私もニュータイプのはずだ。見える、そこだ。地方からの攻撃は無理だな、シャア。なんだ。なぜララーを巻き込んだのだ。ララーは戦いをする人ではなかった。チー、ガンダムのパイロットアムロとか言ったな。どうする、あのニュータイプに打ち勝つ方法は。ララー、教えてくれ。私はどうすればいいのだ。メインエンジン急速閉鎖、エンジン切れ合わせ未来。はい、着底します。任せる、全員につけろ。道の用意だ、波形だ。了解。うわ、ホワイトベースのエンジンが両方とも。あわわ、ロングビームのみんなは。Thank you.
ジオング撃墜、識別信号解除。赤い彗星も地に落ちたものだな。しかしガンダムのパイロットがニュータイプとして異常発達したものなら、やむを得んとなる。そう、私の脱出15分後にここを降伏させるのだ。しかし今となっては脱出こそ至難の業かと。私が生き延びればジオンが失われる。でも私は今捕虜を交換の上に引き合う。分かっているはずだ。本当の倒すべき相手が誰かということを。そこだ。いるな。シャアとアムロ、ニュータイプの今と未来を見つめる二人の思いがモビルスーツを降りてなお激しく交錯する。やめなさいアムロ、やめなさい兄さん、二人が戦うことなんてないのよ。ぶつかり合う互いの剣が相手を捕らえた刹那、シャアとアムロはララーの死を見る。今ララーが言った、ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合いの道具にしか使えん。ララーは死にゆく運命だったのだ。ララーの思いに呼応するかのように爆風がシャアとアムロを引き離す。キシリアが戦線離脱することを知ったシャアはザビ家への復讐を成就すべくセーラに別れを告げる。発進直前のザンジバルにキシリアを認めたシャアは、ガルマ、私の手向けだ。姉上と仲良く暮らすがいい。シャアか。そしてアムロは、まだ助かる。傷ついたアムロにララーの声が届く。アムロとはいつでも遊べるから。あ、見えるよララ、見えるよみんなが。セーラさん、立って、立ってください。アムロ、アムロなの？あ、でもここはどこだかわからないのよ。え、ここまっすぐ。アムロ、退官命令を出さないと全滅する。アムロ、そうね、ランチの発進準備をさせるわ。お、聞こえましたか？ああ、アムロだ。ここはもう撤退ですって。そうもな。僕の好きなフラー、次に銃撃が止んだら一気に走り抜けられるよ。アムロなのね。どこにいるの？ランチのところへ行くんだ。いいね。アムロの導きにより少年たちはア・バオア空を脱出。その直後、ホワイトベースは爆炎の中に沈んだ。アムロが呼んでくれなければ我々はあの炎の中に焼かれていた。
じゃあこのランチにアムロはいないの？ブライト。いない。セーラや未来の方が聞こえるんじゃないのか。え？ジオンの忘れ形見のセーラの方が我々よりよほどニュータイプに近いはずだ。探してくれアムロ。でもどうやって。わからないわ。アムロだけいないんだ。わからないかって。え、そんなこと言ったって。さっきアムロ兄ちゃんの声聞こえたろ。うん。私がホワイトベースにたどり着くまではあれほどに。アムロ、人がそんなに便利になれるわけ。3人とも。そう、こっちこっち。大丈夫だから、すぐ外なんだから。アムロ、わかるの？どこ？いいアムロ、あと5 4 3 2 1 0。悲しみ重ねて大人になる。今寂しさに震えてる愛しい人のその悲しみを。ごめんよ、まだ僕には帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。分かってくれるよね。ラナーにはいつでも会いに行けるから。この日、宇宙世紀0080、この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。